江別市内の住宅街に現れたのは大きな鹿4頭から5頭の鹿が辺りを見渡したり走ったりする様子が確認できます午前7時過ぎ、JR のっぽ駅周辺の住民が撮影した映像です警察や市の職員が警戒にあたり、鹿は住宅街から移動その後、午前11時頃に駅から600メートルほど離れた緑地で3頭の鹿が確認されています 警察によりますと、これまでにけが人や事故はないということです。市によりますと、のっぽろ駅周辺で鹿が出没するのは珍しく、のっぽろ森林公園から来た可能性が高いということです。